豊田市体研究所ボディ開発部の増山です。パワーバックドアをご説明します。パワーバックドアはこちらのスイッチで操作することができ、反対側にも同じスイッチがあります。それぞれ2つのスイッチがあります。車の後ろ側がオープンスイッチ、前側がクローズスイッチになります。オープンスイッチを長押しすることでドアを自動で開くことができます。もう一度スイッチを押すことでドアを途中で止めることができます。これは前後どちらのスイッチを押しても途中で止めることができます。また途中停止後はこのようにドアを手動で開けることもでき、ドアを押せば自動で閉じることもできます。他にもパワーバックドアはスマートキーや車内のスイッチで開閉させることもできます。次にバックドアが閉じると同時に車を施錠することができる機能の紹介です。バックドアが閉じ切るのを待たずに車から離れることができる大変便利な機能です。スマートキーを持った状態でクローズスイッチを長押しします。ブザーが鳴ったらすぐに同じスイッチを押します。このように施錠することができました。また他にはバックドアが自動で閉まっている途中にドアハンドルのロックセンサーに触れるか、スマートキーでの施錠操作を行うことでバックドアが閉まると同時に全てのドアも施錠されます。次にパワーバックドアの角度を登録する方法をご説明します。ドアを開きます。お好みの位置でドアを停止させます。次に2つのスイッチを同時に押し続けます。これで設定完了です。解除する場合は先ほどと同じように2つのスイッチを同時に長押しします。さらにこのような音が鳴れば解除完了です。バックドアの開く角度はメーターでも調整できます。ステアリングのボタン操作で車両設定を選択、次に PBD を選択し開位置調整を選択、そうすると5段階の中から適した角度を選択し決定します。このように設定した角度でバックドアは止まります。